ジュルダン、ついてきなさい、私の都会風の服装を見せてあげよう。超人貴族は、語幕のコメディバレで、モリエールの台本による。音楽は、ジャンバティスト・リュリで、バレは、ピエール・ボーシャン、舞台装置、カルロ・ビガラーに、トルコフィオ・イショロランダルビューによる。1670年10月14日に、シャンボール城のルイ14世の宮廷において、モリエール劇団によって初演された。セリフに、 フランス語以外にもスペイン語、イタリア語、さらに四幕以降に、リングはフランカのサビール語が使われていることでも、注目される作品である。貴族になりたい、愚かな金持ちの町人のジュルダンをめぐる物語で、ジュルダンを騙して結婚しようとする、娘リュシルとその恋人クレオンと、その従者コビールの企みに、ジュルダンを利用している。 ドラント白爵とその愛人ドリメーヌ公爵夫人の思惑、ジュルダンをいさめようとするジュルダン夫人と女中のニコルが絡み合う。初演時には当時の名だたるコメディ役者と音楽家が集結し、モリエールがジュルダンの役を演じ、金のレースや色とりどりの羽で飾られた鮮やかな衣装を身につけた。また、相手役のジュルダン夫人をアンドレ・ユベール、ドリメーヌ夫人をカトリーヌ・ドブリー、 リュシルをアルマンドベチャールが演じた。またリュリが第三幕のトルコの儀式にてムフティの役で登場した。上演されるや、否や、大成功を収め、このジャンルの数少ない傑作の一つに数えられる。成功の理由の一つには、オスマン帝国が社交界の最大の関心事である。中で、トルコ趣味と呼ばれた時代の好みに合致したことが挙げられる。作品は、 オスマン帝国の大使ソリマンヤガが,が1669年にルイ14世の宮廷を訪れた際にオスマン帝国の宮廷が太陽王の宮廷よりも上位であると発言したスキャンダルに題材を取っている。トルコからの使いが大使だと信じ、清掃にて艦隊したルイ14世はこの使いが大使ではないと知って激怒し、モリエール等にトルコを愚弄する作品制作を命じた。 各幕は、それぞれに、5、16、5及び6場からなる。ジュルダンは、成り上がりの布商人の子だが、貴族として、生きようと決意する。舞台は、音楽教師とダンス教師の会話で幕を開ける。二人の教師は、どちらの芸術が優れているか議論したり、彼らを雇っている成り上がり者を憐れみを持って、批評したりしている。ジュルダンのアントレ。出てくるや、いなや。 彼の無知とうぬぼれをさらけ出す。二幕へとつながるバレエのアントレ。音楽について、ひとしきり自分の思うところを披露した後、ジュルダンは、上流の人々を招いた晩餐の場での音楽とバレエの上演を支持する。ジュルダンはダンスと作法のレッスンを受ける。武術の先生が到着し、三人の教師の激烈な討論。哲学の教師が、揉め事の仲裁のために招かれる。 しかし、他の三人は、ことごとく彼の意見に対立する。喧嘩の後、教師たちは退場する。哲学教師が再登場し、ジュルダンは、できる限り全てのことを学びたいと願う。しかし、論理、倫理、物理は全て諦め、結局、聖書法を学ぶことにする。下手屋が、貴族風の服を持って、現れるので、ジュルダンは恒例を迎える。 下手屋の小僧たちがジュルダンに調子よく服を着せる。ジュルダン、怒るぞニコル、お願いです。ご主人様、お願いですから笑わせてください。ひ、ひ、ひジュルダンは妻と女中に自分の新しい知識を見せつけようとするが、結局面目丸つぶれに終わる。ジュルダン夫人は貴族のもとに足しげく通ってばかりで、娘の結婚の世話をしない夫を非難し、 ドラントとの交際を非難する。しかし、彼女の言葉にもかかわらず、ジュルダンはドラントにまた金を貸してしまう。ドラントは、ジュルダンが思いを寄せているドリメーヌ公爵夫人に指輪を渡してあげることを引き受けるが、実際には自分からの贈り物としてドリメーヌ夫人を晩餐に招待し、贈り物をする。ニコルは、ジュルダン夫人に何かがおかしいと告げ口する。 ジュルダンの娘リュシルとクレオントの内緒の恋の場面にニコルとコビエルが入ってくる。言い,い争いと和解の後、リュシルはクレオントに対してジュルダンに結婚の許しを得るよう要,要求する。しかしジュルダンはクレオントが貴族でないからと拒否する。コビエルはクレオントに策略を提案する。ドラントとドリメーヌ夫人がやってきて彼らのためにジュルダンが行った出費について心配する。 ジュルダンが戻ってきて、再び礼儀や作法を知らないところをさらけ出す。招待客たちがやってきて、テーブルに着く間、料理人たちによる三つ目の幕愛のダンスが踊られる。晩餐が終わり、ジュルダンがドリメーメヌ夫人に不格好な惨事を捧げていると、怒ったジュルダン夫人がやってきて、ジュルダン、ドランとドリメーメヌ夫人に文句を言う。ジュルダン夫婦が喧嘩をしていると、 トルコ人に変装したコビエルが現れる。コビエルは、ジュルダンに向かって、トルコ大公の王子が、リュシルを見て一目惚れし、結婚を望んでいると告げる。コビエルは、ジュルダンの貴族になりたいという野望につけ込んで、結婚を許せば、将来の娘婿から、ママムーシの称号を得ることができるとそそのかし、クレオンとの望み通りの良い返事を引き出す。この陰謀の片棒を担ぐことに同意したドラントが、 現れる。ジュルダンの助諭を行う滑稽な儀式が執り行われる。ジュルダン夫人は新しく得た貴族の勲章をぶら下げている夫を見て、とうとう狂ったと考える。ドラントがドリメーヌ夫人を連れて登場し、ドリメーヌ夫人に求婚する。クレオントとコビエルがトルコ人の格好をして、結婚の契約書を作成するために現れ、ドリメーヌ夫人とドラントに紹介される。ジュルダンは、 リュシルにトルコ大公の王子を夫として押し付けようとするがクレオンとの変装だと知っている。リュシルはすんなり受け入れる。同様にジュルダン・夫人とのやりとりがあり、夫人も結婚を承知する。契約書の作成の場となり、歌付きの感想曲とダンスが演じられる。後の上演ではトルコ風の演出は削除されていた。2004年に音楽カバンサン・デュメストル、 演出家ボンジャマン、ラザール、振付師、セシールルサにより、当時の発音を復元し、ピエール・ボーシャンのバレット・リュリの音楽を含む完全版が復興上演された。1912年にフーゴ・フォン・ホーフマン・スタールが、開作した版が、リハルト・シュトラウスの音楽によって、シュトゥットガルドで上演された。ナクソス島のアリアドネはこの、超人貴族の劇中劇として書かれたオペラである。 その後、ナクソス島のアリアドンでは新たに別のプロローグをつけて分離され、超人貴族の方は1917年に再度、開作された。シュトラウスが作曲した全17曲の付随音楽は、ルリ,リの音楽の編曲を含むが、1920年に9曲を抜粋して、組曲、超人貴族とした。超人貴族も参照1928年に、 岩波文庫より刊行された関口次郎役人間嫌来に収められている解説ではこの四曲のタイトルはつけ焼き人となっている。ありがとうございます。